お疲れ様です。お疲れ様です。はい、はい、本日はですね、はい、月曜日ではあったんですが、うん、まあ、本来であれば定休日なんですけどね、はい、毎年年内ラストの月曜日は営業をするということで、うん、そうですね。今日も営業をしておりました。はい、ありがとうございました。はい、で今日もまあ営業が終わりまして、はい、っていう感じですけどね。うん、こう予約表を見ているとですね、うんうん、もう残り数日だなと。そうね、うん、あと数日だよ。本当そうなんです。2022年、はい、もうね、いや、早かったですね、なんかね。そうですね、あっという間1年はね、うん、なんかこう、まあ、そうなるとこう年末年始ってさ、うん、なんかさ、こうテレビ番組とかもさ、うん、なんかいろんなスペシャルみたいのいっぱいあるじゃん。見ます、伊藤さん、そういうの。あんまり見ない。いや、俺も全然見ないんですけど、うん、なんか今年、うん、こう、まあ、毎年31日ってあの紅白歌合戦があるじゃないですか。はい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 、はい、まあ、あれをうちの奥さん、うん、なんか結構録画してるんですけど、へ、あのね、うん、いや別にいいんですけど、うん、いいんですけど、うん、長いじゃん、うん、容量食うんだよね。あー、なるほどね。そうそうそう、もう何時間とかでしょ、うん、でさ、こうスペシャル番組が多いからさ、うん、いっぱい録画 してるんだろうね、うん、あっという間に容量がね、うん、減っていく。あー、なるほど。そう、で、そうなのよ。なるほどね。正月は確かにね、そう、スペシャルドラマもそうなんさ、一気にね、やったりとかするから。そう、まあ、私は毎年、うん、代表のお師匠さんのお家で年越しをさせてもらってるんで、あれよ、うん、紅白歌合戦はお師匠さん家で見る、うん、ああ、なるほどね、うん、見てるんだけど、はいはい、まあね、年越しはすごい楽しすぎて、うん、うちの旦那さんがね、うん、だいたいいつもね、ぶっ壊れ気味酔っ払ってしまうんだね。酔っ払って一回はね、はい、お師匠さんと、はい、お師匠さんのお店のカラーリストさんに、はいはいはい、頭と足を持って運ばれたってそれなかなかだね。そう、そうなのよ。起こしても起きないから、うん、で、私が一人で抱えられないくって、うんうん、で、お師匠さんが、うん、うちの旦那さんの頭を持って、うん、おい、あら、起きろっつっても起きないわけよ、うん、で、起きないし、タクシーも来たから、今度カラーリストの人ね、うん、まあ、うちの旦那さんからしてみれば、うん、先輩ですよ。ああ、そうか、ね、足をこうやって持ち、抱えてね、お師匠さんが頭を持ち、うん、上を持ち、うん、よし、伊藤ちゃん行くよっつって、うん、タクシーに放り込まれタクシー に乗せられて、うん、あとよろしくバーンってドア閉められてもうね、まあまあね、そう、楽しいからね、お酒も進んで楽しいからさ、ついついいっぱい飲んじゃうんだろうね、うん、まあ、そうなんでしょうね。そう、だからうちの旦那さんはね、紅白とかよく分かってないと思うよ、うん、ああ、もう酔っ払い始めてね、酔っ払い、ぶっ壊れ。そうですね、本当にね、毎年毎年、まあいいじゃないですか、うん、そういうのもね、そういう時だからこそ、まあちょっと許される的なところもね。まあそうだね、ね、そう、本当そう。いや、まあだからさ、紅白歌合戦とかもさ、うん、もう俺、うん、本当若い時は、若い時っつっても、うんうん、まあ、学生の頃とかって紅白歌合戦見るの結構楽しみだったんですよね。あー、そうだね、まあ、いろんなね、うん、こうアーティスト、ね、うん、好きなアーティストとかも出るからって見てたけど、うん、なんかだん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 さ、うん、まあまあ世代が変わってっていうかさ、まあね、知らない人とか出てるから、ね、そうなんだよね、うんうん、逆にさ、ちょっとこうね、もう割と上の方たちの方が知ってたりするんだよね、うん、まあそうだね、そうそうそう、うん、まあそんなのがあったりとかさまあね、そうそう、うん、もうあっという間にね、本当に残り数日っていう感じですけどね、うん、はいはいはい、まあまあ残り数日間もうちの YouTube は投稿させていただきたいと思っておりますので、うん、そうね、明日がちょっとああ、そうですね、ちょっとできないかもしれないけど、うん、まあまあ、時間見つけてできればね、まあそうっすね、うん、まあ最後にね、うん、年末のご挨拶ぐらいみんなで3人でできるといいなと思いますけど ね、うん、まあまあ、まあ、そんな感じですから、はい、まあ明日はちょっとお休みさせていただく可能性はありますが、うん、明後日からですね、はい、またお届けさせていただきたいなと思います。はい、はい、ということで今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。